B リーグ2017から18は2017年9月29日から2018年5月7日まで日本各地で行われた B リーグの第2回目のシーズンである。島根スサノーマジックと西宮ストークスが B2 から B1 に、ライジングゼファー福岡と金沢武士団が B3 から B2 にそれぞれ昇格した。B1、B2 とも レギュラーシーズンとポストシーズンにより優勝を争うレギュラーシーズンは B1B2 とも18クラブを6クラブ3地区に分け、毎週末の同一カード、同一会場での2連戦を原則として、自地区のクラブ同士で各クラブ30試合、他地区のクラブ同士で30試合の計60試合を戦い、勝率により順位を決定する。全シーズンとは自地区戦、 各地区戦の振り分けが変更になり、自治区同士の対戦回数が均等化された。ポストシーズンは B1 は各地区上位2チーム、ワイルドカード2チームの K8 チームによるノックアウトトーナメント B リーグチャンピオンシップを実施。B2 リーグは各地区上位1チーム、ワイルドカード1チームの K4 チームによるノックアウトトーナメント B2 プレイオフを実施。 両ディビジョン間の入れ替えは最大3チームで行われる。2017から18シーズン参加チーム B リーグ2017から18のオールスターは2018年1月14日に熊本県立総合体育館で開催された。キャプテンファイナル。ありがとうございます。